はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ミニマムガッツ研究会、会長リュウです。さあ本日なんですが、このミニマムガッツっていうカードをまた使っていきたいなと思います。この N カード強いんですよ。この N カード、このノーマルカード結構強いんですよ。これあの新しいパックでね追加されたカードなんだけどさ、これね、以前なんだっけ、オーパースかなんかの時もやったけど、自分のフィード上のモンスター板をリリースして、相手のフィード上の表側表示のモンスターの打点をゼロにして、でさらにそのモンスターがこのターン戦闘で破壊されると、そのゼロにしたモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを与えるよっていう、こういうカードになってます。で、リリースするんですよね。だからまあいっぱい横にモンスター並んだりとかするデッキって相性が基本的にはいいんですけど、リリースって聞いたら一番相性いいカードって何なのかっていう話なんですよね。これリリースするっていうことはね、聖国めちゃくちゃ相性いいんですよね。聖国モンスターをリリースするとモンスター出してこれるんで、アドバンテージ損しないんですよね。ミニガガッツを使って、モンスターをリリースして、でそのリリースしたモンスターがなんか仲間を呼ぶ効果を持ってるんですよね。聖国っていうのはこのカードがリリースされた場合、自分の手札デッキ墓地からドラゴン族の通常モンスター1体を選び、高所ゼロにして特殊召喚するっていう効果を、大体のモンスターは持ってるんで、これ聖国リリースすると相手の盾をゼロにするした上でモンスターが出てくるんで、実質これ相手のモンスターをゼロにするだけのカードなんですよ。ですごい強いということで、今日は、組んできたのがこのミニマムガッツ聖国っていうデッキですね。相手のフィールド上のモンスターの盾をゼロにしながら自分だけが展開して、ワンショットをしていくと。で結構ね、このね生体流がすごい強くてね、5と6でシンクロできるんですよね。これ11なんで、だからこういうギミック入れたりとか、あと普通にランク6出せるんで、なんだアテムスとかね、これ寿司三昧だね、寿司三昧さんとか、あとリミット2でもう誰も使ってないと言われている、このデジタルバグライノセバスさん、ヘラクレスさん、これもこれリミットに入ってないんで、このデッキなんで、エクサベイトルからシンプルにあれライノセバス出せるんで、まあ、これも若干救ってるんじゃないかなと思うんで、早速ですね、このミニマムガッツ聖国のワンショット能力をご覧いただきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇勇気出た原作対決ですね。これはもうね、無言でターンエンドですね。弱すぎ。いやもう先行マジいらないんですよ、このデッキ。このデッキ先行いらないんですよ。高校でワンキルするデッキなんで。なんでかっていうと、ラブラドレッセンスと呼ばれる特有の美しい輝きを放つ鱗を持ったと、その鱗から生まれる、まばゆい輝きは見た者の魂を導き、感情、あ、うざ。おー、今ラブラドライドラゴンのフレーバーテキスト読んでんだろてめえ。モンスターを攻撃、モンスター効果。ああ、磁石。フィールド魔法あったら死ぬね。フィールド魔法あったら死ぬね。あ、そっち、それだったらフィールド魔法と知らないか。セット、はい、あ、オッケー。死なないんだな。マグネットウォーリアは高校ワンキルをしてきませんからね。甘えですね。高校ワンキルをしてこないで今日は甘えっていうのを見せてやる。俺のターン杖。1000ポイントのダメージを受けたので、俺は光るやめの効果を発動。融合戦術。ラブライドラドラゴンをデッキに戻し、光属性のドラゴン族を手札に加える。さらに俺は手札より相手のフィード上にのみモンスターが存在する場合、このモンスターが手札から特殊召喚できるトペリドラゴン、実質サイバードラゴン、そしてトフェニドラゴンをリリースし、俺は私有ドラゴンを特殊召喚、そして私有ドラゴンのトフェニドラゴンがリリースされた場合の効果を発動。これによってラブラドライドラゴンを特殊召喚していく。ですね、これであのカードが何なのかっていう話なんですよ。月の章、はあ、なるほど、エクシーズされたくないってことか。ああ、うまいですね、なかなか。ただ僕はまだ召喚器を使っていない。俺は召集の聖国院の効果を発動。召集力。さあ、召集力の効果によって、これリリースだけでも何でもいいな。レベル5の方がいいな、これ。多分ね、11。僕の計算によると、3200プラス800ってね、4000なんですよね。ですね、これ誰でもいいですね。まあ、こっちでいいか。2体出せるか、アセトと持ってきても2体は出せないか。リリースして1体出して、リリースして1体出しても無理だから、ですね、これは普通にこれでいいですね。普通にこれでいい。でですね、
アセットドラゴンの効果でリリースなしで召喚しましょう。これねたまにやっちゃうんですよね。これ今のではい押すとね普通に通常召喚されるんでアドバンス召喚じゃなくて危ないんですよ。そしてラブラドラドラゴンを特殊召喚、モンスターを特殊召喚、はい分からせます、はい分からせます。俺は手札よりマジックカードミニマムガッツを発動、フィールド上のモンスター1体をリリースし、お前のフィールド上のモンスターの攻撃力をゼロにする。そしてこのターンそのモンスターが戦闘で破壊された場合、その元々の攻撃力の半分のダメージをお前のライフに与える。いけ聖タイルシンクロ召喚、珍しい、確か OCG にも5種類くらいしかないレベル11のシンクロモンスター。いけ聖タイル、3200足す800はエクスタ闇遊戯。このモンスタークリボールさえも効かない。このモンスター攻撃する場合ダメージセプ終了時まで他のカードの効果を受けない。つまり絶対に俺の攻撃が通る。くたばれ、いけ聖タイルアタック、3200のポイントのダメージを受け、さらに800ポイントのダメージ、お釣りなし。これがデュエルリンクスよ、これがミニマムガッツ性格の力。対戦ありがとうございました。俺はグーさあお相手の方ユーマくんですね。ユーマくんもうアークファイブワールド来ちゃうよ、アークファイブワールド来ちゃうユーマくん。ユーマくんも今ユーマくんの世界が一番新しいのでね、一番今新しいからなんかそのほやほやされてますけども、もう君の世界はもう終わった。これからはアークファイブワイルドの時代だ、新時代の幕開けだぜユーマくん。戦いの殿堂に集いし、デュエリストたちがモンスターと共に地を蹴り地を舞い、フィールド内を駆け巡る。これがデュエルの最終進化系アクションデュエルこれが毎回毎回デュエルの始まりに言われるんですよ。アークファイブっていうのはね、めちゃくちゃ面倒くさいでしょデュエル始まる前に必ずね、あの戦いの殿堂に集いし、デュエリストたちがモンスターと共に地を蹴る周囲を舞い、フィールド内を駆け巡る。これがデュエルの最終進化系アクションデュエルって言って始まるんですよ。あまりにもね、あまりにも長いの、遅延行為と言ってもいい。あれはこれちなみに皆さんのデュエルストだったら言えるようになってるんですよ。言えるようになんないと、いけないですから。てかやっぱ俺のヤフーゲームのさ、なんかリンクすげえ重いんだけど、めちゃくちゃ重いんだけど俺のヤフーゲームの、なんかやっといけるか。いやなんか重いな、なんか配信、いい配信ソフトに変えたらいかがですかとかいう話あるんだけどさ、その配信ソフトはね関係ないんだよね。これねそもそもねヤフーゲームがねめちゃくちゃ重いんだよ。なんか知んないけど何かに干渉してたのか知らないけど、他のゲーム全くそんなことないのに、なんかヤフーゲームのこのデュエルリンクスめちゃくちゃ重いんだよね。絶対これもうこのゲーム終わりやな、このゲームおしまいや。もうなんかろくに対人戦もできなければろくにシステム動かねえらしいからな。そして世界大会にはなんと8時間かかるらしい世界大会は8時間かかるらしいぞそして公式が謝らず出演者に謝らせる始末、そしてそれを特に原因究明もせずにまた KC カップだけを開催する始末。もうこの運営にはほとほと俺は呆れている。とりあえず遊戯王は好きだが、遊戯王を運営している会社は嫌いっていう理由がよくわかるな。みんな俺は聖国竜雌雄ドラゴンの効果を発動。聖国竜雌雄ドラゴンは雌雄ドラゴンを墓地の振り、お前のフィールド上のセットされたカードを1枚を選択し、そのカードを破壊することができる。おバージスもカナディアン強いじゃないか、いいだろ。雌雄ドラゴンちゃんはまあ全然いいですね、全く問題はない。そして雌雄ドラゴンの効果を発動、ラブラドライドラゴンを特殊召喚、モンスターを特殊召喚。一旦踏みに行った方がいいですかね。あの人フォトンストリークバウンサー君の効果、フォトンストリークバウンサー君の効果踏みに行きましょうか。踏みに行かなくても一応1350入るのか、1350、つまり俺は2650以上のモンスターを立てれば勝ちっていうことです、ね、実質2650。アトムスでは2600にしかならないかな。これはアトムスじゃないですね。これつまりですね、これトレミスで踏めばいいのか。一回トレミスで妨害踏ん、保存するけばさ踏んで500ダメージ受けたも別に関係ないもん。どうしてもこいつなんか2000でないかし勝ったわ。
レベル6のモンスターが2体でオーバーレイ精一杯でとどめす。メシエ7、メシエ7で天狗に召してやる。俺は精一杯でとどめす。メシエ7の効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、お前のフィールド上のフォトンストリークバウンサー君の攻撃力をゼロにさせてもらう。ああ、いいだろ、それは全く問題はないぜ。さあ、フォトンストリークバウンサーの効果によってビリ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 となった。いいだろう。そして俺は手札よりマジックカードミニマムガッツを発動。ミニマムガッツの効果によってセコリューシュードラゴンをリリースし、お前のフィールド上のモンスター1体の攻撃力をゼロにさせてもらう。そしてセコリューシュードラゴンの効果によってラブラドライドラゴンは特殊召喚される。さらに俺は手札より召集の聖国印を発動。そう、召集の聖国印の効果によって聖国モンスター1体を手札に加えることができる。そして聖国竜アセトドラゴンを攻撃表示で召喚。アセトドラゴンはリリースなしで召喚することができる。そしてレベル5のアセトドラゴンにレベル6のラブラドライドラゴンをチューニング。新規の召喚レベル11、現れろ聖体竜。聖体竜は攻撃する場合相手のモン、カードの効果を受けない。つまりクリボールも何も投げられないってことよ。そしてミニマムガッツの効果、じゃあな、環境トップらしいですね。おまたく貧弱貧弱うりー。俺たちのターンだかんな。城之内くん、わかんな、まだこいつ、こいつだ、なんだモンスターを通常召喚。全然わかんないな、何デッキだろう。レッドアイスとかですかね。モンスター効果発動、わかんないですね。とりあえずなんかわかんないけど生体で立つのか一応特殊召喚。これ守備表示両方エンドでもいいんだけど別に、まあ、一応生体でドヤ顔で出しちゃうかいやこのデッキマジでさ先行やることないんだよね。ロック立てられればまだね、ライノセバスとか立てれるんですけど一応ギリギリなんとかアセトとかあのトフェニーとか来たらね、アセトトフェニーとかアセトシールとかできたら、まあ、アセトトフェニー無理か、アセトシールとか来たらいい。アセトネフテは生体でしか出ないからアセットシーユとかあったらいけるんですけど、一応あのライノセバスがじゃない場合は深淵の性格者やばやっべ。いやこれ2体守備だったか、これなんだこのデッキわからん。なんかその環境にいないキャラクター使われるとデッキ読めなくて逆に強いってありますよね。モンスターを攻撃表示でしょ、攻撃表示何をレスキューラビット、なるほど、わからん。今のところまだわからん。誰やお前、モンスターを特殊、誰やねんお前、漁業戦士、いや誰やねん誰やねんお前、あモンスターをエクシーズ召喚、エクシーズ召喚、希望をホープ、あなるほど、バトル、どういうこと、わからん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 、何やこれ、何やこれデッキ、速攻魔法発動、あはあ、そういうこと、そういうこと、1個言っていい、なんで漁業戦士なの